コンバッチー8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は天才ショート作成、右投げ両打ちのショート、フォームは友澤くん、好きな球団は友澤くんから阿部ひねらいで西武でやっていきたいと思います。ということで天才カードとヒーリングカード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていきましょう。ドン、星157。スタート位置が悪いのだが、まあここでね、ナイス初級丸、好き、初級丸大好きってことで回っていくが、ここで回復、ハテナマス5個あるからね、輝くでしょ。赤なくす、輝いて、輝いてくれないのかい、お願いします。おお、プロ入り忘れないようにね。覚えてるとね、あー全部なくなったわ。覚えてると大体落とす、それがプロ入りってことで、ステージ1終わってステージ2、箱なし、ボナなし、マジか。どうしよっかな。シャッフルするか、回復もったいないもんな。で、今日ね、お話ししようと思ってる内容なんですけども、いつもね動画にコメントありがとうございます。で、まあその話になるんですけど、いつもねコメントはねしっかり、一つ一つ読ませていただいてるんですけど、いつもねグッドボタン押してるだけなんですよまあ気づいてる人はね気づいてると思うんですけど、文字でね返答してなかったんで、コメントをしっかりと文字で返すっていうのをね今年の目標としてもう一個ね追加しようかなと思って、まあ元々はなんだっけ、体重を減らすだっけ、それをね目標に、今年の目標にしたんですけども、まあそれだけだとねちょっとね寂しいなと思って、ちょっとね追加ミッション、コメントをちゃんと見てそして返す、はい、今日の動画から頑張ってね返信すると思うんで、よかったら、まあコメントしやすいのでね、お願いしたいんですけど、ぜひともコメントをください。そして頑張って返します、それが僕のミッション。って感じで今日の話はね以上になるんですけど、おー、オール D になるかなって思ったけど D にならんかったか。ナイス鳥海、ちょっと能力の伸びは微妙いんだけど、なんだかんだでね体力が回復できてんのがいい感じだね。うぃー、ほぼ満タン、ゴールステ3終了。伸びとしてはまだまだ微妙いけど、いい感じに伸びてる。さあ、ステージ4。弾道。この回復以外だね。それ以外は行きやすそうな感じするわ。どこだ？嫌なとこ来たな。嫌なとこ、お！ロッキー、ロッキー、ナイス。体力管理だけはできている。せい。拾って肩強化。これね、初級丸入ってるし、広角、強い。強いけど、赤、青、やったぜ。それやったな。ナイス。基本能力。はい。いったわ。それはやったわ。回復量が4。まあ4、渋いっちゃ渋いけどね。もうちょい欲しいけどね。どうしよっかな、弾道。弾道いらんちゃいらんよな。いらんちゃいらんけど、何かに特化させるまでのことはないと思うんで。いやー、来るか、ここで。ミート総力。1次第。結構真ん中あたり。あ？真上だけど、初手右だったら OK。あー、そっち抜けてっちゃうかな。俺、あぶねー、会えた。これはラッキー。このステージでだいぶ上げたぞ。まあ、パワーいっとくか。で、こんなもんですかね。ナイスヒーリング、ナイスヒーリング、野球超人で、ね、うぃー、守備。いいよ、いいよ。上げた、上げた。だいぶ上げた。CC、A、A、A、B。今日はバランスいいっすね。
バランスが整っている。さあ忘れてないぞ、プロ入り。やったぜ、覚えてた、覚えてたから今日は俺の勝ちだ。赤マスちょっと多いんだけど、これ上側面白そうだな。あえてシャッフルしないっていうのもね、手だと思うんで、これ肩いって、この後肩超人伝出るのも嫌なんで、あーバント、いやバント、バント入ってくんだ、これバント回避してくれたら神です。補給、おお、いいよ。さあですよね、やる気買っただけ OK か、やる気買ってくれただけ OK。 さあ、おお、バントは回避して、総力いいじゃん。まあプロ入り落としても体力的には多分十分あると思うんで、ナイス。ミーパーあげたいな、もうちょいな。あー、それは一番きっちいやつ、それキティちゃんです。それはあかんで、ナイス。おお、待ってよ、これこの赤一個だけでここまでいけたら理想だよね。プラ4プラ3セイ、総力かで、ロックオンもないし、オッケーオッケーオッケーで、ロックオンされてもよ、されても問題はなしおくん。あー、これ確定飛びか、パワー1個行きたかったな、これ確定飛び、これはもう仕方ないですね。ハテナマスの上落ちてからのロスト、プロ入りロストは笑う。あー、いやー、くっそ、回復の上だったらよかった。ミートマイナス3、それでもね、いい選手、素晴らしい守備のショートの、素晴らしいショートの名手ができたと思うんで、これで今日の動画は完成。それでは名前設定いってきましょう。はい、名前設定してきました。名前、星522からゴッツくんという名前になりました。いかがだったでしょうか。基本能力打つこともできるけど、ショートストップとして素晴らしい選手になったので、オートペナント期待して回してみましょう。はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら、打率2割9分、ミーと C で頑張ってくれた方でしょうか。それよりも見ていくと、マッチョマン3割9分3厘、日本記録、バースさんの記録を超えてしまいました。これはメジャーですね。これはメジャーリーガーだ。ということで、ゴッツくん見ていくと、今回はなんとね、29本ホームラン王なんですよ。1本届かなかった。まあ、弾道4の広角打法か。これのおかげでね、見事ホームランを取れたんですが、マッチョマンとここは並んでますね。あとはこちら、87打点。今回1番バッターとして使ったので、まあ87打点はね、これは多いかなと思います。で、あとはここね、マッチョマン、ここもね、タイトル取ってるんで、見事ね、三冠王。いや、むしろ全冠達成なんですよ。盗塁王以外全部マッチョマンが持ってきました。ということで、今回のゴッツくん、あとは、得点が98の、ちょっと三振多いかな、195。盗塁が34個。惜しかった。3割30本、30盗塁、トリプルスリーまで、あと少し。悔しいです。ってことで、あとは、猛打賞が15回。マッチョマンは28回。ダントツですね。ってことで、対左タイミングは全く変わらず、スリーズ3割9分、OPS は914。そして、今回、ショートで、守備補給高かったので、守備編も見ていくと、なんとエラーは4つ、守備率は994と素晴らしい成績残しております。ということで、今回のゴッツくん取ったタイトルは、ホームラン王、新人王、ベストナイン、ゴールデングラブ賞の合計4つでした。いかがだったでしょうか。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。